皆さんこんにちは、相葉しおりです。今回は湯沢小勝地域の冬の魅力をたっぷりとお届けします。私が今いるのは東成瀬村にありますジュネス栗駒スキー場です。こちらは全国のスキーやスノーボーダーから人気のスキー場なんです。私もスキーを楽しんできます。私スキーは小学生の時に授業でやっていたぐらいなので、すごく不安だったんですけれども、ここは安心して楽しみながら滑ることができます。スノーボードを楽しんだ後はこちらの山百合温泉で疲れを癒しましょう。スキー場から直結しているのも嬉しいですね。衣装がガワリと変わって三ツ関にやってきました。三ツ関でこの格好ということは、そうです、三ツ関のセリです。この冬が旬のセリを収穫体験します。こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。まあ、そのままグッと差し押してください。差して奥まで押してください。押して、奥まで押して、もっとそして上に起こす。ここが今起きたので、ここですね、はい、ここをめがけて、あ、いいですね、いいですね。そこをあとはウサイサーと離しました。ウサイサーと、はい、あー、根っこ切れませんように。いい、うまい、うまい。優しく優しく、さあ、出るか、出た、出た、素晴らしい。綺麗に白くて長い根っこが残りました。バッチリです。土が美味しいセリを作っていますね、はい、そして土もそうなんですけれども、お水、あっちで流れてるお水すごい綺麗でしたよね。そうです、ここ地下水なんですけど、はい、豊富な三ツ関洗浄地の湧き水と、その地下水が、水がいいからいいものができるんですよね。だからみずみずしくて美味しいんですね、です三ツ関のセリは。私も大好きです。スキーとセリの収穫でお腹がペコペコということで、お楽しみのランチです。食事はここ湯沢市水瀬にあります楓庵さんです。こちらでは自慢のお蕎麦と水瀬ならではのあの名物をいただきます。それでは行ってきます。いやー、どれも美味しそうで悩むんですが、私はこちらの大好評水瀬牛ステーキとお蕎麦のセットを注文しました。楽しみです。ありがとうございます。おいしそう。いい、いただきます。あっという間、お口の中でとろーんと、あっという間にとろけていきます。脂身もちょうどよくて柔らかくて美味しいです。まあ、これもうどんどん食べちゃう。
ありがとうございます。美味しそう。いただきます。うん、弾力があって喉越しがいいです。そして噛めば噛むほどそばの香ばしいいい香りが鼻に抜けていきます。おいしい。少し足を伸ばしてこちらにやってきました。皆さん、私が今どちらにいるか分かりますでしょうか。そうです、秋にもやってきました。おやす郷の大奮闘です。秋もとっても素敵でしたが、冬はガラリと変わって幻想的な美しさですよね。冬のおやす郷の大奮闘、とっても綺麗でしたね。ただやっぱりこの季節体が冷えてしまいますよね。せっかくおやす郷に来たので、こちらタロメイの温泉で体を温めていきましょう。着いたので湯沢駅前商店街にやってきました。こちら高市製菓店さんでは湯沢のソウルフードが食べられるそうなんです。早速行ってみましょう。どれも美味しそうで悩むんですが、この特製オランダ焼きを1つお願いします。はいはい、ありがとうございます。もうすでにいい香りが店内いっぱい広がっています。ユーザーの皆さんに愛されているソウルフードオランダ焼きゲットしました。いただきます。うーん、おいしい。生地の甘さとハムとマヨネーズの塩気がすごく合います。そしてこのハムの食感もいい。おいしい。マヨネーズたっぷり。秋田といえばお米、お米といえば日本酒ということで、秋田を代表する湯沢の酒蔵両関酒造さんにやってきました。趣があってとっても素敵な建物ですよね。早速中を見ていきましょう。
ほら、蔵元でしか買えないお酒、酒蔵だからこそ購入できるレアなお酒もたくさんあるんですよ。ご覧ください、醸造がずらりと並んでいます。国内はもちろん国外からも評価されているお酒だということがここからよくわかりますよね。すごいな。蔵見学記念酒と限定のお酒買っちゃいました。やったー、飲むの楽しみだな。満足満足。旅の締めくくりはやっぱり美味しい料理ということでやってきました、こちらカフェラウンジ17ということでお邪魔します。こんにちは。秋田の冬といえばきりたんぽ鍋も食べたかったのですが、今日はセリジャブをいただきます。じゃじゃーん、今日のお昼に取ってきた三関のセリです。根っこは10秒ほど入れるといいそうです。おお、ではでは、いただきます。このシャキシャキとした食感聞こえましたか？食感がすごくいいです。そして噛めば噛むほどセリの香りが口いっぱいに広がって美味しいです。葉っぱの方はちょこっとだけでいいそうです。軽く湯がいて、うわー、こちらもまた色鮮やかな綺麗な緑色になりました。うん、葉っぱの方が少し柔らかい食感です。わー、でもこちらも香り高くて美味しいです。なんでだろう、心なしか湯沢で食べる三関のセリより香り高くて味も濃いように感じます。美味しいお料理をいただくとなれば美味しい日本酒も飲みたくなりますよね。美味しい日本酒に美味しいご飯、最高。冬の湯沢小勝地域いかがでしたでしょうか。スキーに温泉、セリの収穫、美味しいご飯にお酒、今回も本当に盛りだくさんでしたね。冬の湯沢小勝地域にはまだまだ紹介したいイベントスポットが盛りだくさんなんです。特にこの季節は伝統の小正月行事がにぎわう季節でもあるんです。宇後町のユキトピア七曲がり花嫁道中、宇後町に来た際にはこちらのかゆ餅と道の駅宇後花井の里のオリジナルの日本酒もぜひ召し上がってみてください。そして湯沢市で行われる湯沢犬っこ祭り、冬の季節も湯沢小勝地域にお越しください。